シャス田中です。今回はバリスタを使ってドミネーションやっていきたいと思います。さあバリスタちゃんでこれどうしよっかな。普通スナイパーってなんかここの正面走ってねまっすぐの人狙うことが多いじゃないですか。まあやりませんけどね。僕はこっちでここ狙う派。あ出た。おおやばいやばい、奇獣がいるぞ。オッケーオッケー、いいね。よし行くぞ。よしやべ、オッケーオッケー。あーちょっと狙いづらい。待って、みんな援護よろ。ナイス、危ねえよー。ちょっと来た、こっち君。オッケースモークの中も抜いてくよ。いいね、こっち側から来てる人たち、残念だったな。ほら飛んでくれ、おみたるぞ。ほらよっしゃ、幸先いいね。これ幸先いいよ。このねスナイパーはなんといっても奇獣あたりにねこうやっぱ勝ちやすくなるんでね、すごいやってるこっちとしてはやりやすいですね。ここのなかなか難しいんですよね。おっしゃ取った、どうよ今のやば、ちょっと調子良すぎねこれ。やばい、ちょっと待ってくれ。君らそこでね、僕はじっくり見てるだろ。僕はちょっとリロードタイムに入るんだ。すまないね。いいじゃないの。ちょっと待って。オッケー。ここ強い。あ、やばい。ちょっと怖いな。ちょっと怖いな。やばいよ、これ。待って。エルスト守って。オッケー、オビタル待ったぜ。おっと、サプレッサーの音がする。あー死んでもたまいいでしょう。上出来だ、もう一回だ。ほらみんなやってくれ、その勢いでちょっと沈めてくれ、相手の進行を。ちょっと待って。オッケー、危なパス。オッケー、おい出てこいよ。ほら出てこいよ。ほらいないね、取れちゃう。僕も取りたい。いいね。やっぱりこの B 防衛はね、ここのスナイパー使えますわ。いいね。待って。あ、ごめん、当たんなかった。よし、とりあえずこれ、出しときますね。いいね。いい感じ。全然死んでないし。わお。ここまでできるんだな。いいね。やっぱここ、お得意のここ。イエーイ、これ強い。やば。オッケー、君ら飛んでほしいなーなんてね。いいねー。いやもうさっきカーゴでケチョンケチョンにされたんでね、お返しですよ。いいね。君らのねそのね、危ね、マジか。ちょっと待って、向こう側にいる。あー厳しい、これ狙うの厳しいな。ブラボーが落ちた、大丈夫だ、君らならいける。待ってこれは普通狙って倒そう。待て、こっちから来るんだろ。どうだ、いってマジか、やばい。勢いすごかったな、さっきのマジでやばかったね。おいダメ。おっとまたオビタル回ってんじゃん、味方さん。さすがっすね、ほんと。ここ。あー、ぶわー、くそー、マジか。最高なんだけど。味方さん、いいね。いいぞ。で、B が危ないな、ちょっと。あ、いる。来る？来なかった。あ、大丈夫か。あっちがやばそう。どっちか。OK！ いいね。素晴らしいじゃないか。ちょっと待って、ここで待ってる。いいね、おいで。怖くないからさ。ちょっと待って、ここだ。あ、オビタルが切れた、マジか。オッケー、なんか違う武器拾っちゃったよ。あーやべ、単発か。そうだ、597拾っちゃったんだか。
うわー、57 57いいね。適当に打つ、適当に打つ。おお、いい感じ、素晴らしい。本当に、いやー、ここいいですね。 B をね、スナイパーがすごい守りやすい。これはね、マップの特性上こういう風な動き方がいいんだなって僕分かりました。あのね、カーゴだとどうしてもあのなんだろうな、ドラムじゃコンテナの上と横の B の横の家があるじゃないですか。いや、あれをね、まあ、どっちか僕が見てたら、まあどっちかどうなんかこうぐちゃぐちゃになっちゃうんですよ。こう僕がそこ制圧してたら逆の方に敵が行っちゃってみたいな感じになってね、ちょっとね、2人欲しいなって思ったぐらいですけど、まあ、それがね、ここだと1人でできちゃうんでね、 B 防衛とかがね、すごい便利ですよね。イエーイ、ちょっとごめんね、あげないよ。ちょっと待って待って、 B 大丈夫か。お、ウォートホークじゃん、すげえな、ほんと調子いいね、素晴らしいよ。ごめんな、ほい、これで楽々取れちゃうぜ。 OK、 取れた、ナイス、いいね、いいね。いやー、このスナイパーいいですね。てか最近僕のね、家にあれが湧いたんだ、あれだよ、あれ、ゴキブリだよ。どっから来たんだってなりますけどね、ほんとゴキブリってどっから来るんだろうね、あれ全くなんかこう分からん。このなぜ君がそこに、その洗面所のところにライトつけたらパッとね、あっみたいな感じでいるのか、なんで、あぶね、そんなこと言ってたらゴキブリの呪いが。いや、ほんとあれ何なのってなりますよね。いまいましい、いまいましい茶羽ね、ゴキブリですよね。 OK、 オービタルもかい、さあどうぞ皆さん、オービタルどうぞ。ここめっちゃいい、ここめっちゃいい、これ多分相手からしたらクソ辛いところ。ほらほら、あーべ、ほらここやばいな、マジ、マリ、マリじゃない、マジもうね、アリの地獄って、ね、アリ地獄みたいな感じね。本当にそこから顔出すもんなら僕に抜かれまくるっていう、かわいそすぎる。いや、みんなでも来るんだもんね、ここ。いや、永久期間になりそうだね永久期間になっちゃうよこれ。あ、来るなこれ。あ、待って待って、タイム、味方さんパス、パス、パ、ナイス、いいね、よし、これだ。そう、お、お、お、やばくね、あ、ミスったなこれ。待って、君ダメだよ、ちゃんと C 取らないと。わー、オビトルもっと、いや、ほんとね、ゴキブリなんかね、あれやばいっすね。僕はあの虫がそもそも苦手な、あのね、人間なんでね、ゴキブリなんかがやってくるとね、まあほぼほぼね、あのなんだろうな、こうまるで K9に追われてるかのようにね、もうね、膠着しますね。武器がなかったものでね、その時は本当に、いや、マジあれは辛かったな。もうね、まあゴキジェットがなかったらもう本当に死んでましたね、本当。ゴキブリにショック死ですよね、死因はゴキブリ発見によるいやー、ゴキブリってね、ダメですよね。害はないとか痛くはないとか、刺されたらどうじゃなくて、あれはなぜか見るだけで人にね、恐怖を与えるというね、本当ね、不思議な生き物ですよね。というわけで今回はスナイパーでドミネーション、あそこのここいいね、ここ今976の6とか XX らへんのところのスナイパー、あれいいね、すごい防衛で役立ちました。というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。それでは次回もかかってこーい。